おはようございます、こんばんは、バディオです。さあ今日もウォールボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日は昨日に引き続きですね、テストサーバーの映像をちょっと見ていこうかなと思います。今日の主役はこのタイタンのね、アルティメット・アオミンです。この子をちょっと見ていこうかなと思ってますね。タイタンにもついにアルティメットシリーズが来ましたというところでね、皆さんね、戦々恐々としてると思うんですけれど、まあ、正直なベースでの話をするとね、まあ、アオミンが出てきた当時って、通常機体が意外と柔らかかったので、まあね、あのドラグーンの攻撃がさ、もうちょっとぶっ壊れすぎててちょっとドン引きでしたっていう時代があったけれど、あれを思い出してことは特にないかな。今見ての通りさ、アルティメットアオミンはさ、アルファ武器4つなので高火力は出ますよ、確かに。で、出るし、この新しいさ、なんだっけ、ゲンダームね、あのアルティメットゲンダームのこの、4本積みっていうのは、確かに使いやすくはなってる。通常の、ドラグーン、タイタンドラグーンに比べてね、あのゲンダームに比べて、リロードもさ、発射間隔も早いしさ、使いやすくはなってるんだけど、使ってる印象としてね、それほど強いのかって話ですよ。それはね、ちょっと感じてます。それぐらい今通常機体があのアンステがあったりとか消えたりとか、あとはおちょこちみたいにね、あの毒に換算してほぼ無敵になってたりとかさ、割とそういうことが多いので、こいつがさ生きるほど、あの今、玄関君生優しくないですっていうのが正直なところですね。特にフリューガートランスニュートン、今このテストサーバーではあのタイタン電波がないので、一発目からさフルヒットしていくんであれですけれど、通常の場合って、みんなさジュディが乗ってると思うんですね。そうするとさ、一発目、必ずさサプレッション受けるでしょ。でサプレッション受けると、のフリガートナースニュートンがやられる前にワンパンでこいつ落とせるから、ワンパンで、あのこのアルティメットアオミンね、ワンパン、そうだな、使ってる感じとして火力振りにしてるやつはほぼワンパンだね。ただテストサーバーでさっき見たけど、のタイタン電波がいないので割といい勝負します。だけどトランス、ニュートンに 2対2、ニュートンに睨まれたらもう一瞬で終わっちゃうし、着地したら、アルファ武器2本しかないので、そんなにね火力も出ない。で見ての通りさ、このさ、体力がそもそもそんなにないのよ、やっぱり。というところを総合して考えみると、そんなに強くないよ。そんなに強くない。それぐらいさ、フリューガートランスニュートンっていうのは、いまだにさ、強さを感じています。モジュールはね、この通り、オンスラダブルの、タイタンリペアダブルで、武器はアルティメットガルダンティア。もうこのセットアップを作るだけで、ね、相当大変なんだけれど、これを作ったこのあれのその苦労に見合うほど無双はできないっていうようなのは、ちょっと感じてるので、まあ安心していいかな、これは。こんなのさ、お金持ちはさ一生懸命揃えるけれど、そんなに脅威じゃないから。というのが、正直な感想です。むしろね、今、なんか知んないけどさ、アルティメットフェンリル増えてるでしょ。私さ、散々さ、あの三角トークン使ってさ、引いて十何回引いたけどさ、一回もあのウィンのところ当たらなくて何にも出ませんでしたけど、もうちょっと画面ぶん殴ろうかと思ったぐらいさ、何にも出なかったけど、その割にはみんなね結構さ、アルティメットフェンリル持ってるのでみんな結構引きがいいんだね。ほんと全く出ない、もうね、ゴミみたいなさ、母艦のコンポしか出なくてさ、もうほんとイライラしてさ、もうやめちゃいましたけれど、どっちかっていうとアルティメットフェンリルの方がやばい。アルティメットフェンリルにサブデュアラーと、あとデシーバーダブル積んでる方が相当やばいです。リペア3つ積みね、もうね、硬くてさ、タイタンですも やれないから、それぐらいやばいので、あっちの方がね全然のこれから対策考えた方がいいよ、それぐらいやばいのでっていう感じを受けてますので、まあ今日一戦チャス、一応さ、このアルティメットアオミンの活躍動画は撮ってはあるけれど、こんなの稀ですっていうところで見ていただければと思います。それではね、一戦だけ見ていきます、よろしく、どうぞ。さあやっていくぞ、バトルモードはクイックマッチだ。さあ何のモード、モードは支配ですね。でマップはローマを引きましたんで、まあ、初手はこのカッパくんでいきます。やばいね、カッパくんっていう名前つけちゃってるけどさ、正式な名前分かってないね。なんだろう。
いやとね、この新しい新武器もちょっと名前わかんないけれど、ガウスみたいにさ、ゼウスだっけ、ガウスだっけ、ゼウスだ、ゼウスみたいにさ、ずっと押し続けてないとダメなんだよね、これ。だから、ゼウスの中武器版、重武器版、いや、ゼウスも重武器だろうって話だけど。まあ、いずれにしてもさ、こう、なんだろうな、ビリビリを続けてないとね、威力が出ないんです。っていうのに、気がつきました。遅えよ。なんでこれさ、そんなに火力出ねえんだろうってずっと思ってたんだけど。でね、強さはさ、まあ、ちょっとさ、ちょっとね、範囲武器なんだよね、これ。割と視界に入ってるところ結構当たるんで、削り始めるとね、結構削れる。だけど、削り出すまですごい時間があるので、狙った敵がさ、例えば、この音響みたいな武器だと、結構ね、こうやってもうがっつりやられちゃうでしょ。音響武器みたいに瞬間火力が出るような武器だとね、結構やばい。結構やばいですよ。でもそうじゃないような、ダンパーみたいなさ、時間がかかるような武器っていうのはそうでもないな。当然これさ、テレポートした後にイージス張るので、うんって感じだね。もうなんか腹が取れちゃった。いや、テストサーバーとかやれるとこだけやるか。いや、飛んでいこうか。あ、君もカッパ君だったね。よし。いやー、相打ちされていく。まあまあいいだろう。まあ、いきなりこれ出すか。ミンがもう準備できてるので早めにミンを出していきますね。母艦ゲージ溜まるのは割と早かったですね。あ、これね、全部アルティメット手術です。オースラダブルの、タイタンリペアダブルで、フリューガートランスニュートンには全然の負けちゃう。あっちも800でしょ、こっちも800だけれど、いやね。こうやってさ、敵がさ、味方がこう前線張っててさ、もうちょっと後ろのこんなのに気張ってられない状況だとね、強い。もう見ての通りです。でも時間かかるんだよね、これやりきるまでに。その間にさ、向こうワンパンでさ、やられちゃうから、こっち。フリューガートランスニュートン来たら。で、ライブサーバーは、電波乗ってないじゃん、タイタンに。だからさ、一発目、サプレッション入るでしょ、フリューガートランスニュートン来ると。そうするとさ、こっちワンパンでやれないしさ、結局負けちゃう。こういう今なんかさ、もうなんか今ちょっと無双状態入っちゃってるけどさ、こんな状況は作れないから、基本的に。で、使っててもう結構ね、痛い目に遭ってるので、あそこに、よしよし。で、今貼って1本目はこれで防いだでしょ。で、まあ、パラデインじゃないとまずやられちゃう。あ、もちろんね、ミュートでもいいよ。とにかくね、母艦とね、コンビネーション交わせないとちょっとね、やれない。それぐらいさ、フリューガートランスニュートンって強いよ、強い。だから私ね、この子はそんなに気にすることないと思う。まあ、ちょっとそんなこと言いながら、お前無双してんじゃねえかって言われそうだけど、いや、これは本当に特殊な状況だから、もう全然立て割れないでしょ、これ。これぐらいの威力しかないよ、所詮。で、ちょっと、フリューガートランスニュートン、近づいてきたでしょ。こうやって、もうこっちの方向いてなかったらさ、全然 OK よ。ニュートン対ニュートンの間、横丁からこうやって、チャレンジだから。浮かされたら、もう、かっこねえ時期だよ。で、これも、一発目にサプレッション入られないから。ということで、勝利です。まあ、これをね、お金出してね、集める人いたら、まあ、許してあげてもいいかな。そんなに強くね。9キル1ビーコン、410万 GG です。まあ、敵は、味方が前面ずっと押してたので、その反動でこちらにヘイトが向かなかったっていう特殊事情なので、私のバディオって名前で出たら、真っ先に狙われるから、まあ、ダメだろうね。そうじゃなくてもそんなに強い機体じゃないっていうのは正直な印象ですね。ということで、これを見てる頃にはもうアップできてるのかね、次の。まあ、戦場で見かけることはあるかもしれないですけど、そこまでね、みんな神経質になることはないと思います。むしろアルティメットフェンリル、あいつがやばい。タイタンのさ、防撃緩和攻撃無効にするので、あいつがやべえんだ、あれ全然やれない。もうね、
リペア3つ積みのニュークリックを積んだ状態で、アンステでねガリガリやられたらねもう全然ね削れない、それぐらいやばいので、あれの対策の方が私はね重要だと思いますね。ということで、今日はねアルティメット青み見ていただきました。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃねー。